どうも、MJ です。モッドの紹介をしていきます。で、ご紹介するモッドはですね、フィズトップグリルワークショップセレメントネクサスポート PS4 っていうモッドになります。こちらのモッドはですね、ヌカワールドにありますフィズトップグリル。室内のみとなりますが、新たに居住地として追加されるモッドとなっております。で、通常の拠点と同様の扱いとなりまして、供給ラインの方も結べますし、入植者の移動をさせたり、入植者を募集ビーコンで集めたりすることも可能となっております。あとはですね、ロード順になるんですが、居住地追加系モッドとなりますので、解体モッドの下にロード順の方を置いています。それではですね、簡単にですがご紹介の方をしていきます。で、マップで言いますと、ヌカワールドとなりまして、フィズトップマウンテンがある場所となってまして、ヌカステーションからヌカタウンの方に北にまっすぐ進んでいただければある場所となっております。で、目の前にありますのがフィズトップグリルとなっております。で、目の前にあります部屋の方はクラフトなどはできないようになっていますので、ご注意ください。今回のモッドで追加された居住地というのは、このフィズトップグリルにある室内の1階と2階のみとなっております。で、中に入っていただきますと、2階の方にワークショップの作業台がありまして、こちらの1階の方からもクラフトが可能となっております。解体モッドの方が現在は使えない感じとなっておりますので、こういう瓦礫などは除去できない形となっております。で、2階に上がる場合はですね、エレベーターを使用して上がる形となりますが、入植者の方もですね、エレベーターを使って上り下りしてくれますので、1階も2階の方もクラフトの違いがあるかと思います。解体モッドの方は機能していませんが、通常の居住地と同じ扱いとなりまして、供給ラインの方も結べますし、募集ビーコンで入植者を集めたりできますので、便利な居住地系モッドかと思います。また良ければご自身の方ででも導入の方をしてみてください。それではですね、今回はフィズトップグリルワークショップセレメントネクサスポート PS4っていうモッドの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。